エナ、燦々体操は、太陽のように明るく元気にという体操です。3つの筋力運動と有酸素運動を組み合わせています。これを動くだけで、ちょっと汗ばむようないい運動ができますよ。一緒にやってみましょう。1つ目は背中を引き締める体操です。手を前に肘を後ろに引きます。肩甲骨を寄せてください。肘を伸ばして高く伸びましょう。伸びて戻して、もう一回最初から繰り返しです。脇はつけたまま手を開きます。肘を後ろに引きましょう。上に伸びて、今度は有酸素運動、前に出ます。足を揃えて後ろに戻りましょう。前に出るときにももを高く上げます。高く上げることで足の付け根の筋肉が鍛えられます。今度は左足からどうぞ。足を高く上げることでつまずきの予防にもつながってきます。後ろ、前、後ろ、2つ目の筋力運動はスクワットです。椅子に捕まってもいいですよ。お尻を後ろに引きましょう。膝がつま先より前に出ないように、1、2、3、4。手は自分でやりやすいようにつけていただいていいと思います。息を吐きましょう。息吐いて数を数えてもいいですよ。1、2、3、4、5、6、7、8。1、2、3、4。最後もう一回。1、2、3、4。はい、足踏みです。次の有酸素運動は横に動きます。足を高く上げて寄せます。1、2、1、2。何かをまたぐように行ってみてください。もし余裕があればこのように深く膝を曲げ伸ばししてもいいです。お相撲さんの四股踏みのような感じで、この運動が疲れたかなと思ったらまたさっきのように戻りましょう。自分の体力に合わせて無理しないようにしてくださいね。最後の運動はランジになります。
足を前後に、前に曲げる膝がつま先より出ないように、体はまっすぐです。後ろのかかとは上がっていますよ。5回やったら足を変えましょう。持ち上げる足上げ体操です。1、2、3、上げるときに息を吐きましょう。息を吐いて、ふっふっ、1、2、3、4、5、6、7。肘と膝が近づくとウエストの引き締めにもいいです。これが偉いなという方は、大きく手を振りながら足を上げてください。1、2、3、4、深呼吸です。はい、足を寄せましょう。